前節から1人入れ替えた松本、今日のスターティングメンバー。ゴールキーパーはビクトル、ディフェンダー右から宮部、大野、時田。ダブルボランチ前節途中交代で今シーズン初出場となった浜崎、前と中盤でコンビを組みます。ワイドに下川とキャリアハイ3ゴール乗っている富山。前線隅田菊井の大卒ルーキーコンビ、ワントップ J3 得点ランク首位に立つ横山です。前節から1人入れ替えました。先発ラインナップ宮崎です。ゴールキーパー上田、ディフェンスライン右から青山、神野、大、新保。中盤千部、下沢、そして今日は初先発大卒ルーキーの江口。前線西田、岡田、そして最前線に前節 J2 さん250試合出場達成の工藤です。まあ、この横山ですが、七海監督とまあやり取りしているサッカーノートでは日本代表を意識する分もあったということで、横山は日の丸を背負うチャンスがあれば背負いたい、でも J3 にいるので日の丸をつけるには山川を J2、J1 に上げないといけないと話します。さあここはいいところで奪ってボックス内、ホイッスルはない、最後押し込んだ横山。横山今シーズン5ゴール目、松本いい守備から先制点。前半3分奪って持ち込みました。そしてこぼれたところに横山、嗅覚というのも身につけてきました。さあ裏を通すボール、横山、横山低いに落として前、押し込めない、最後ディフェンス粘りました。大が最後かき出します。松本はまずは失点はゼロで終えたいところ。宮崎は少しボールをコントロールしている時間帯。さあここで下沢ボックス内進入、シュートまでいけるか、かき出した。最後浜崎、さあ青山、チブ持ってシュートを選択、素晴らしいシュート、枠内行っていますがビクトル対応。一度下げて浜崎、富山、中に入れたボール、榎本、もう一度岡田コントロール、左では西田が待っている。大熊から西田、西田、西田、ビクトル、まだある、新保から落として追いついた宮崎。最後決めたのは岡田、2試合連続。試合終盤85分追いつきました宮崎。このシュートビクトル防いだんですが、西田のシュート、新保が残して最後詰めていた岡田。さあボックス内で待っていてビクトルが止める、もう一度ある、逆転宮崎、2対1。決めたのは最後岡田。最終盤にアディショナルタイム、今日2得点岡田。安田からのボールが入る、時田、榎本、追いついた松本、2対2。榎本今季初ゴール。さあ榎本が仕事をしました。アディショナルタイムにドラマが起きます。このゲーム時田前に出る、横山要求、横山に通る、ここは大が体を入れます。後ろからシュートはキーパー正面、両親に一つアイコンタクトを送って、ここで長い笛、
試合は最終盤に大きく動きました。このゲーム2対2、ドローゲームに終わっています。